8時になりました。休日明けの株式投資に向けて、4月後輩投株、全データと買いタイミングシミュレーションについてお話しいたします。まず、昨夜の相場状況、4月の後輩投ランキング、単月利回りランキング、買いタイミングのシミュレーション、企業業績のスペック、この順でお話しいたします。まず、昨夜の相場状況、 昨夜はダウ、ナスダック、日経先物とも上げとなりました。ダウは320ドルの上げ、プラス0.83%。ナスダックは63ポイントの上げ、プラス0.39%。日経先物は200円の上げ、プラス0.50%。1ドルは151円49銭。 さらに円安が進行し151円台で推移している状況です。アメリカは発表された住宅指数が市場予想を大幅に上回ったことで消費関連株が買われています。主力のハイテク株の一角にも買いが入りました。昨夜の NVIDIA は9ドルの上げプラス1.07% 4日ぶりの反発です。次に4月の高配当ランキング。4月の権利付き最終日は4月25日、木曜日です。4月を配当付きとしている銘柄はあまり多くなく41銘柄のみとなっています。現在全銘柄での配当の利回り分布はこのようになっており、 2.5%から3%を中央値とした正規分布となっています。このため3%台ではもはや高配当という時代ではなくなっており、4%以上が高配当、5%を超えると超高配当という分類になっています。まず21位から41位まで、3%に満たない 低配当銘柄が並びます。比較的大きな銘柄としては、厚生の1.76%、伊藤園の1.14%、アインホールディングスの1.06%があります。そして20位から11位まで、ここからは株価、出来高、市場、売買代金、耐借倍率のデータも追加します。 12位の熱湯、あ、日湯性網から利回りは3%を超えてきます。11位の東心が3.17%。そしてトップ10です。第1位のノバックが4.88%。第2位の RH が3.99%。第3位のファースト重県が3.87%。第4位の第3が 3.70%。第5位の組合科学が3.37%。第6位のナデックスが3.33%。第7位のナトコが3.30%。第8位のアゼアスが3.25%。第9位の萩原工業が3.20%。そして第10位のサンオータスが 3.18%となっています。1位のノバックが唯一の4%台銘柄で、2位以下の銘柄については後輩当というほどのレベルではありません。売買代金を見ても非常に小さな後輩、小型銘柄ばかりですので、この点値が動きやすいので注意が必要です。 次に単月での利回りランキング。先ほどお話したこのランキングは、どこのサイトでも掲載されている4月の高配当ランキングですが、これは年間でもらえる配当金の合計での利回りランキングです。4月に支払われる配当金だけで見ると、ランキングはこのようになります。1位がアゼアスで3.25%。 2位が3オータスで3.18%。3位がニ日頭性網で3.02%。これは配当金を1回で全て支払うのではなく、中間と期末など年何、年何回かに分けて支払う銘柄が多いためです年。年間の利回りと単月の利回りが等しいのは、 これらの銘柄は4月に一括して全ての配当金を支払ってしまうためです。どちらのランキングで稼ぐかは人それぞれの戦略次第ですのでどちらが正解というのはありません。次に買いタイミングのシミュレーションです。シミュレーションの詳細はこちらの動画をご参照ください。ここでは繰り返しでのご説明はいたせません。 今年の4月の権利付き最終日は4月25日木曜日ですが、去年の4月の権利付き最終日は4月26日水曜日でした。まず年間利回りのランキング銘柄から。第1位のノバック。このように立ち上がりは4月11日に見えます。そして第2位の RH。 立ち上がりは4月13日に見えます。第3位、ファースト10立ち上がりは4月20日に見えます。そして第3、えー、第4位の第3。理由はわかりませんが、直前でこのように急落してしまい、立ち上がりはよくわかりません。飛ばします。そして第5位のナデックス。 立ち上がりは3月22日に見えます。そして第6位のナトコ。出来高が非常に少ないせいで、チャートが不鮮明になっています。飛ばします。そして第7位のアゼアス。立ち上がりは4月12日に見えます。そして第8位の萩原工業。 立ち上がりは4月11日に見えます。そして第9位の3オータス。これはずっと下げてきてしまっているため、立ち上がり位置がわかりません。飛ばします。そして第10位の日東正門立ち上がりは4月11日に見えます。 次に単月での利回りランキングの銘柄です。まず第1位のアゼアス。これは先ほどお話した年間配当金での第7位の銘柄です。立ち上がりは4月12日に見えます。そして第2位のサンオータス。これは年間配当金での9位の銘柄です。チャートは読めません。そして第3位の日東西網。 年間配当金での10位の銘柄です。立ち上がり位置は4月11日に見えます。そして第4位の刀剣。こちらは立ち上がり位置は4月10日に見えます。そして第5位のトーエル。これは緩やかに下がってきてしまっているので、立ち上がり位置はわかりません。そして第6位のノバック。 年間配当金での第1位の銘柄です。立ち上がりは4月11日に見えます。そして第7位のナデックス。年間配当金での第5位の銘柄です。立ち上がりは3月22日に見えます。そして第8位のザッパラス。立ち上がりは4月11日に見えます。 そして第9位のファースト受験。こちらは年間配当金での第3位の銘柄です。立ち上がりは4月20日に見えます。そして第10位のフリービット。昨年は落ち日でほとんど下がっていません。配当金が今年の3分の1以下でしたので、配当銘柄としては意識されていなかったものだと思います。飛ばします。 次に企業業績のスペックです。今年の立ち上がり予測日と、そして VL 指数から算出した購入最適日、そして自己資本比率、配当成功、業績見通しといった基本スペックです。VL 指数と全体の考え方はこの動画をご参照ください。まず、第1位のノバック。 こちらは立ち上がり予測日が4月の10日。VL 指数での予測日は3月24日。自己資本比率は58.1%。配当成功は30.1%。業績見通しは増収、減益となっています。そして第2位の RH。こちらは立ち上がり予測日は4月の12日。 VL 指数での予測日は3月24日。自己処分比率は30.6%。回答成功は32.1%。増収、増益の見通しです。そして第3位のファースト10件。立ち上がり予測日は4月の19日。VL 指数での予測日は3月24日。自己処分比率は72.7%。 非常に高い状況ですそして配当成功は34.1%業績見通しは増収減益となっています第3については立ち上がり予測日 VL 指数の予測日どちらもシミュレーションできませんでした自己資本比率は50.3%配当成功のデータは私のデータベースにはありませんでした 業績見通しは減収、減益、増配となっています。そして第5位の NADEX。こちらは立ち上がり予測日は3月の21日。VL 指数での予測日は3月24日。自己資本比率は62.6%。配当成功は30.1%。業績見通しは減収、減益、減配となっています。 そして第6位のナトコ。こちらはシ,、えー、シミュレーションはできませんでした。自己資本比率は79.8%。非常に高い状態です。配当成功は39.7%。業績見通しは増収、増益となっています。そして第7位のアゼアス。こちらは立ち上がり予測日は4月の11日。 VL 指数での予測日は3月24日。自己承認比率は77.9%。非常に高い状態です。配当成功は31.5%。業績見通しは増収、増益、増配となっています。そして第8位の萩原工業。こちらは立ち上がり予測日は4月の10日。VL 指数での予測日は 3月24日。自己資本比率は65.5%。非常に良好な状況です。そして配当成功は22.4%。業績見通しは増収、増益となっています。第9位のサンオー応達。こちらはシミュレーションできませんでした。自己資本比率は28.9%。配当成功は20.3%。 増収、増益、増配の見通しになっています。そして第10位の日当性網。こちらは立ち上がり予測日は4月の10日。v l 指数の予測日は3月24日。自己承認比率は22.0%。一方、配当成功が255.3%。非常に高すぎる点は気になるポイントです。 そして業績見通しは増収、減益となっています。そして単月配当金での利回りランキング。こちらはダブっているものは飛ばします。当件が、えー、立ち上がり予測日4月の9日。VL 指数での予測日は3月24日。自己処分比率は59.6%。配当成功が 64.2%。高い点が気になります。そして、業績見通しは、増収、減益となっています。そして、第5位の東エル。こちらは、えーえー、シミュレーションはできませんでした。自己承認比率は73.7%。配当成功は25.6%。減収、減益の見通しとなっています。 第8位のザッパラス。こちらは立ち上がり予測日は4月の10日。VL 指数での予測日は3月の24日。自己消音比率は91.3%。非常に高い状態です。配当成功については私のデータベースにはありませんでした。業績見通しは増収となっています。そして第10位のフリービット。 こちらはシミュレーションはできませんでした。自己資本比率は30.5%、配当成功は8.4%ですので、かなり余裕があるかと思われます。業績見通しは増収、増益、増配となっています。休日明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。